よし、つかめてきたぞ。よし、私も打って出る。スー・ジンで命により助立する。ダラダラする暇があるなら共に鍛錬だ。よし、もういいだろ、引き上げだ。では、屋敷までの護衛は頼んだ。ここから任せておけ、少年。しなければならないんだ。まったく、せっかく二人っきりの任務だと喜んでいたらこんな格好とは。ん？今何か言った？いや、なんでもない、フーマ。大丈夫か、スー。寒くなってきてるし、任務は完遂してる。そろそろ御社に帰ろうか。いや、せっかくだ。二人で庭でも回らないか。最近では私だけではなく、他の人とも訓練に励んでいるようだが、進捗具合はどうだ？紫先生からはフィジカルの訓練で、さくらからは回避行動の訓練で、トキコとは区内の練習かな。その他にも。そうかそうか。頑張っているようではないか、フーマ。最初はあんなにダラダラしてたフーマが、最近はあの誓いのため努力してくれて、本当に嬉しいと思ってるぞ。え？誓い？忘れたのか？
私はお前がそのために努力するのだと思って私も頑張ろうと訓練の量を3倍に増やしていたのに。いやいや、覚えてはいるよ。最高の中隊を作ろうって話だったよな。本当かどうか。なあ、フーム。ん？お前から見たらどうだ？最高の中隊に近寄ってると思うか？そうだな。大丈夫だ。俺たちはうまくやってるよ。ああ、そうだが。大丈夫。ス、俺を信じろ。俺たちの最高の中隊の誓いは必ず守るから。浅木先生もそうだし、俺も特務中隊のみんなも絶対お前のことを離れさせはしないから。じゃあ結構歩いたし、そろそろ帰り支度でもしようか。いや、それは。この旋律は？知ってる音楽なのか？ああ、昔母上から教えてもらった旋律だ。その、落ち込んだ時はこうすればよいと。どうだ、フーマ。すごくいいね。いや、語彙力が足りなくてうまく表現できないんだけど。よければもう少し見せてくれないか？そうか。では。